こんにちは。気をくずぶとくしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎隆文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはイングランドの劇作家ウィリアム・シェイクスピアのこの言葉、不幸というものは耐える力が弱いと見て取るとそこに重くのしかかる。病は気からという言葉もあるように、風邪かなと思い始めると本当に風邪をひいてしまうことがあります。同じく自分は不幸などと思っていると不幸の方から傘にかかって攻めてきます。これは言ってみれば自分で不幸を呼び寄せているようなものです。幸か不幸かを決めているのはあなた自身。あなたが自分は幸福と思えば幸福に、自分は不幸と思えば不幸になります。今日はウィリアム・シェイクスピアの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。